TV の家です。さあ今日なんですけど、今日はですねこちら、本の製作所さんの、イーグル、爪付きジャッキ、G の 60TL、こちらの方をやっていきます。低床タイプの、まあ、爪が、まあ、ロングのタイプのやつですね。こちらなんですけど、今ねこう無負荷の状態だったらこうやって上がります。で下げることもこうできます。ただ、ここに荷重が加わってしまうともう全く上げができないっていう形で、バルブのね、まあ、漏れだったりパッキン類の摩耗っていうのが今回の機械考えられます。でこれを分解してどこの部品がどう悪いのかっていうのを確認していきたいと思います。まあ、ただバルブ類の摩耗の部分に関しては、まあ、目で見てもねわからないところが多々ありますので、まあ、目に見てわかるのはパッキン類ぐらいなのかなっていう感じはするんですけど、まあ、そのパッキンの劣化とかも、まあ、実際ねこう修理悪くならないと機械自体が悪くならないとなかなか発見ができない部分ではありますので、まあ、こういった整備をしてるんだよっていうのを、まあ、皆さんにね見ていただければと思います。はい、ということで今回紺野製作所の G60TL を分解していきます。じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ分解していきます。まずねこのトップに、ボルトが1本ありますのでこれをロッククレンチで外していきます。でこの六角ボルトを外すとここの爪がこんな感じで抜くことができますので簡単な作りですね。もうこの六角ボルト1本外すとこの爪ががっつり抜けてしまうのでこれを取っていきます。はい、そうするとこういうふうにシリンダーそしてピストンが出てきます。でピストンはこのままグッと、まあ、引き抜くこともできるんですけどまだ圧力がね多分かかってるので多分そう簡単には抜けないと思います。なので、まずバイスに傷がつかないように頭を挟みましてここの頭の部分をバイスに挟んで軽くこうトントンとプラスチックハンマーで叩いて外していきたいなと思います。はい、じゃあねこんな風に挟んだら軽くプラスチックハンマーでトントンと叩いていきます。この時に落ちたりする可能性があるので気をつけながらやっていきます。はい、である程度こう取れたらスナップリングが中に入ってますのでこのスナップリングを取っていきます。はい、でこういうね細かい場所に適しているのがこのセラミックのマイナスドライバーですね。普通のやつとかだと結構入りづらいのでこういうセラミックのものを使ってよいしょ中のスナップリングを外していきます。はい、このようにですね中に入ってたスナップリングこちらを取ることができました。はい、でそうなるとまた挟んでよいしょ叩くことができますのでもう一度ピストンを挟み直して再度こう叩いていきます。はい、こんな感じですね。ピストンと、パッキン類ですねこうやって取ることができました。でこのパッキンですね、まずもうカピカピです。もうカピカピでよいしょでオーリング、そしてバックアップリング、そして傷も入ってますね。かなり傷がすごいです。見えますか、見えますかね。傷がものすごいです。これはもう復活無理かもしれないですね。もう傷がすごい。でこの傷がシリンダーについてるのかどうかっていうのをちょっと確認していきます。すごい傷ですね。初めて見たぐらいの傷です。はい、今ねこう油を抜いてきました。で今手で軽く触ったんですけどこのシリンダーの中もう同じようにすごい傷が入ってます。なので、圧がこう抜けて上昇ができなかったり加工ができなかったりできづらかったりっていうのがこうあったんじゃないかなと思います。もうこれ自体はね結構重傷ですね。動画で見えてるかは分からないですけど、ここの傷
この傷がもうものすごいですね。多分、爪の荷重自体が3トンなんですけど、多分3トン以上のものをかけたんじゃないかなと思いますぐらいの、もうすごい傷です。ここもうすごい傷があるので、いくらねここの部品交換しても多分こっち側の、シリンダーケース内に傷があるので多分抜けちゃうと思うので、はい、なので、この部品、ピストン、まあ、一式ですね、一式かもしくはここのところになるとは思いますけど、ここの部分を全替えで、ここのもうなんか内側がもうかなりいってますので、これごとの交換になりますので、今回は修理不可っていう形で、お返しをしていきたいなと思っております。はい、というわけで、今回はですね本能製作所さんのイーグル、爪付きジャッキ、G の 60DL、今回分解していきました。で、まあ、分解してて、ここはやばいなと思ったのがさっきの、言ってたシリンダーの内側、そしてピストンの部分についてるブッシュのへこみ傷といいますか、もうすごい傷がついてましたので、バリがありましたので、それがずっとピストンの中を削っている状態です。削っている状態でこのピストンの内側もかなり傷がすごいで、もうちょっとした傷、目に見える傷とかじゃなくてもうガリッとへこんでるんで、これはもう修理不可で、今回お客さんにお返しをしたいと思います。で、一応ここのポンプのところ、そしてリリースのところっていうのは あんまりね問題がなかったんですけど、そのリリースのところは目に見えない、部分の、摩耗っていう形になりますので、ここは部品変えてみないと本当に何とも言えない部分はあるんですけど、まあ、実際今回ねここガッと全部変えるようなおぶつもりになりますので、今回はもう全部ね新しい部品に対してこのピストンが劣化してた、ら抜けてしまいますし、ここのリリースが劣化してたら抜けてしまうので、本当に一切の見積もりになると思いますので、今回は、もう最低限もうこれ以上バラしません。またね爪付きジャッキ多分すぐねお客さんの方からご依頼来ると思いますので、その時はまたより詳しく、イーグルのジャッキを分解していきたいと思います。今回は圧抜けってことで、イーグルのジャッキ、お預かりさせてもらいまして、実際に圧かけてみたところ全然持ち上げきれない状態でしたので、1トンぐらいのものをかけたんですけど、1トンぐらいのものは全くこう持ち上がらない状態ですので、中のシリンダーの傷、そしてピストンの傷が関係ある。でプラスリリースのところが働いてたりとか、こっちのピストンのところも上がりは良かったのでこっちは多分大丈夫かと思うんですけど、まあ、こういうところのパッキンね少なからず摩耗で、関係があると思いますので、まあ、今回は、まあ、全損っていう形でお客さんに報告していきたいと思います。はい、ではコンプレッサー TV のゆえでした。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。